これは一世紀以上にわたるディオとジョースター家の因縁の物語である。1890年、ジョナサン・ジョースター、イギリスの貴族ジョースター卿は命の恩人の息子ディオを養子とし援助を与えた。だが激しい上昇志向を持つディオは卿の本当の息子ジョナサンもよそに財産乗っ取りを計画する。それをジョナサンに気づかれたディオは医師仮面をかぶる。医師仮面は人間の脳を刺激し恐るべき化け物を作り出す道具だったのだ。一方ジョナサンは謎の男ツェペリと出会い先導を学ぶ。不死身の怪物と化したディオにジョナサンは波紋で立ち向かう。宿命の対決はジョナサンの身を挺した大爆発で終幕した。1940年、ジョセフ・ジョースター。究極の生物の謎を知ったジョナサンの孫ジョセフ・ジョースターはツェペリの孫シーザー、謎の女リサリサと共に究極生物ワムー、エシディシを次々と葬り去る。しかし最後の究極生物カーズとの戦いは熾烈を極めた。謎の宝石エイジャの石石のパワーで真の究極生物となったカーズがジョセフに襲いかかる。だがカーズは火山岩に吹き飛ばされ宇宙に放逐された。1990年、空城城太郎、ジョセフ・ジョースターの孫空城城太郎はスタンドと呼ばれる超能力を持っていた。その影響で倒れた母を救い元凶であるディオを倒すため城太郎たちはエジプトに向かい死闘の末ディオを倒した。1999年、東方丈介、地方都市 S 市森王町では弓と矢によってスタンド使いが増やされていた。ジョセフ・ジョースターの隠し子東方丈介、彼と仲間たちはその正義の心で邪悪なスタンド使いの殺人鬼吉良義景を追い詰めこれを倒した。そして2001年のイタリアにいる謎の少年、この少年こそディオの息子ジョルノ・ジョバーナであった。ジョルノが空港でアルバイトをしていると涙目のルカと名乗る空港を仕切っているギャングがショバ代としてジョルノからお金を巻き上げようとしていた。てめえはもうおしまいだ。だが涙目のルカは帰り道に遭い瀕死の重傷を受ける。この出来事がきっかけでジョルノはある男と出会うことになる。お前がジョルノ・ジョバーナか。あんた誰です？涙目のルカが空港の外れにぶっ倒れてた。誰がやったのか調べる。空港の警備員に聞いたらお前がそこにいたことを教えてくれた。ルカはギャングなんだぜ。奴のボスは自分の顔に泥を塗られたと思って怒っている。俺ね、人が本当のことを言ってるかどうかを汗とかで見分けるんだ。汗の味を舐めればもっと確実に分かるから。お前に質問する。空港で涙目のルカに会わなかったかい？いいえ、知りません。涙目のルカなんて人は。汗をかかないね。よし、信じよう。ところでその手の中のものは何だい？なんだこれは。ルカの右目だぜ。汗をかいてどうせ意識がねえんだから持ってきたんだ。
味は嘘をついている味だぜ、ジョルノ・ジョバーナ。手は握っていたのに、奴も同じような能力を。俺の名はブローノ・ブチャラティ。答えろよ、質問はすでに拷問に変わっているんだぜ。ジョバーナの能力か。あなた覚悟してきてる人ですよね。人を始末しようとするってことは、逆に始末されるかもしれないという危険を常に覚悟してきてる人ってわけですよね。こいつ良いやる気だ、マジだ。構造のくせにこの俺を始末しようとしている。嘘は言っていない、皮膚と汗だ。こいつにはやると言ったらやる凄みがある。犯人を生かして連れてこいとは言われていない。ここでやり合ってもいいが、お前のこの異常な能力に触れる危険はもうこりんだ。少し離れよう。一旦距離を置いてから貴様を始末させてもらおう。こいつ車体の壁にジッパーをつけ、自分の体を中に入れてるぞ。硬い壁をも通過している。まずいぞ、奴をケーブルカーの外に出したのはまずい。しかもブチャラティに僕のことを仲間に喋られたら収拾つかなくなる。今絶対に奴を阻止しなくてはいけない。僕の未来のために。
あんたを逃すことはできない。その点に関しては僕は必死だ。することはジッパーのバラバラにされた後のことだ。何をやっている、ジョルノ・ジョバーナ。なぜ俺への攻撃をやめる。なぜとどめを刺さない。あんたがいい人だからな。ギャングだけどいい人だ。あんたは薬をやっているこの少年を見てショックを受けて一瞬攻撃をやめた。ですよね。あんたがショックを感じずためらわない人なら僕は今頃バラバラになって地面に散らばっていた。だから攻撃するのはやめにしたんです。薬を売る奴は許さないと。あんたはそう思っている。そして彼に薬を売っているのはあんたのとこのボスだ。そこにあんたは矛盾を感じている。
だからあんたは彼を見て心を痛ませたんだ。だとしたらどうだと言うんだ。お前が勝手に攻撃をやめたからといって俺がお前を殺すってことには変わりはないんだぜ。いや、あんたはもう僕を殺したりはしませんね。なぜならあんたは僕の仲間になるからだ。僕はあんたのボスを倒してこの町を乗っ取るつもりでいる。なんだって。薬を流すようなギャングを消し去るには自らギャングにならなくちゃいけないってことさ。もう一度聞く。本気で俺たちの組織に入団するというんだ。ええ、この町を乗っ取るには町を支配する組織に入ってのし上がっていくしかない。僕はギャングスターになります。いいだろう。ルカをやった犯人は探せなかったことにし、お前が組織に入団できるように紹介しよう。お前の気高き覚悟と黄金のような夢にかけよう、ジョルノ・ジョバーナ。